その龍馬とグラバーさんが取引をしていたこう記録とかっていうのは残ってないんですか？長崎には残ってない、おりません。ただですね、山口県の方に残ってるというふうにお聞きしてます。山口県ですか、はい、横山氏の情報をもとに我々は早速山口県立図書館へ向かった。こちらの傍聴回転誌になります。はい、長州藩の歴史を記した傍聴回転誌にはこんな記述が。グラバーが購入した銃が海援隊の名目で長州藩に引き渡された。確かに取引の記録は残されていた。だがなぜグラバーは坂本龍馬と手を組んだのか。訪れたのはグラバー園。ここにはグラバーが住んでいた日本最古の木造建築の洋館が残されている。学芸員の横山氏に邸内を案内してもらうことに。するとこの中に意外なものが。グラバーさんの家なんですね。はい。さらに横山氏はグラバー邸の敷地内に残る驚くべきものを見せてくれた。フリーメイソンのシンボルマークです。石柱に刻まれていたのは秘密結社と言われるあのフリーメイソンのシンボルマーク。そう、グラバーはフリーメイソンのメンバーだった。フリーメイソンとは14世紀にイギリスで誕生した友愛団体。その会員数は全世界で600万人とも言われているが、活動内容は非公開となっている。フランスの皇帝ナポレオンやアメリカの初代大統領ワシントンなどもメンバーだったことから、革命の裏にフリーメイソンありともささやかれている。ではグラバーの狙いとは何だったのか。訪れたのは山口県文書館。日本初の公文書館といわれ、歴史資料およそ46万点を所蔵。グラバーさんが明治維新について語った文書があると聞いたんですが、はい、デビー・グラバー師団速記というのがございます。書庫の奥深くに眠るグラバー師団速記、そこには晩年の言葉がまとめられているという。すごい古い文書が。こちらがそのデビー・グラバーの師団速記です。その中にはグラバーの驚くべき発言が。私は昔から思っていた。徳川政府の反逆人の中で私ほど大きな反逆人はなかった。反逆人とはどういうことなのか。龍馬に詳しい作家の梶氏は、グラバーはですね、日本に革命を起こそうとしてたんですね。なんとグラバーの狙いは革命、つまり倒幕だった。ならば倒幕のきっかけとなった薩長同盟ともつながりがないのか。フリーメイソンに詳しい作家の山口氏に話を聞くと、グラバーを入り口にして龍馬、薩長の両藩はフリーメイソンとつながりを持っていったのです。確かに龍馬は武器取引でグラバーと深い関係にあった。だが薩摩と長州はグラバーとつながっていたのだろうか。グラバー師団速記を調べてみると、グラバーが長州の藩士から相談を持ちかけられていたという記述が。伊藤君たちから渡航の世話をしてくれと相談を受けた記憶はあります。渡航の相談を持ちかけた伊藤とは。早速その人物の正体を探るため、かつての長州藩山口県の萩博物館へ。あそこにしますね。ここ開けて、すごい。そうですね、もう色あせてますけどね。昔の写真がこの中でね、ぜひ見ていただきたいのはこの写真ですね。
あ、これ日本人ですよね。洋服姿で写る5人の若者たち。この写真は誰が写ってるんですか？これはですね、今から146年前、ロンドン大学を目指して横浜の港から密かに出航した5人なんです。初代内閣総理大臣伊藤博文。なんとグラバーに渡航の相談を持ちかけた伊藤とは、後に初代内閣総理大臣となる伊藤博文だった。当時長州藩は尊王攘夷を掲げ、写真が撮られた前の年には藩士がイギリス大使館焼き討ち事件まで起こしていた。だがグラバーとつながっていたから渡航ができたのだ。確かにグラバーと長州藩はつながっていた。それでは薩長同盟のもう一つ薩摩藩はどうなのか。我々は早速鹿児島へと向かい、つながりを探るべく様々な文献を調査した。明治維新における鹿児島県の歴史を記した文書にグラバーとの接点が記されていた。五代はグラバーなる者と上海へ渡航し、軍艦を購入した。五代友厚とは薩摩藩の軍備増強を担っていた藩士。文書にはその五代が1863年にグラバーと上海へ渡り軍艦を買ったと記されている。そう、グラバーは薩摩藩ともつながっていたのだ。真相を確かめるべく我々は世界で最も多くのフリーメイソンのメンバーを有するアメリカへ飛んだ。訪れたのはカリフォルニア州東サンディエゴにあるフリーメイソンの支部。ここで我々は衝撃の真実を知ることとなる。 Hi, can you tell me love? Yes, I am. Nice to meet you. My name is Ayumi. Ayumi, nice to meet you. Nice to meet you. 我々がコンタクトを取った人物はゲイリー・ミラー氏。これはフリーメイソンの役員が着る制服です。私が着ているのはグランドコマンダーの制服です。グランドコマンダーとはアメリカのフリーメイソンの最高幹部のこと。胸につけられたバッジやフリーメイソンの象徴である剣は最高幹部の称号を与えられた者のみがつけられる正装だという。そしてついにミラー氏から坂本龍馬、薩摩、長州藩とフリーメイソンの関係が明かされる。これらはグラバーに関する資料と日本人初のフリーメイソンという資料です。ミラー氏が取り出した資料、そこには T 山田という人物が書いた日本の記述が。ミスター山田は1978年度の日本支部トップの人間です。彼はこう書いています。明治維新を起こしたリーダーたちの中にはフリーメイソンのメンバーがいた。明治維新によって確立された近代的な新しい考えや概念はフリーメイソン的な概念に影響されたと考える。フリーメイソンのメンバーであったグラバーのつながりで坂本龍馬もフリーメイソンになりました。そしてそれぞれのメンバーにもフリーメイソンがいたからこそ坂本龍馬は同盟を結ばせることができた。龍馬も薩長もフリーメイソンだった。そしてその後の倒幕につながったのだ。幸男さん の、 あのフリーメイソン疑惑っていうのはどうなんですかね、うん、ちょっと気になるんですけど。疑惑っていうかねフリーメイソンとは世界を牛耳る秘密結社として陰謀論にたびたび登場する非公開団体のこと。総本部はイギリスにあり、会員数は600万人とも言われているが、その活動が非公開なため多くは謎の組織である。なんか発見したことがわからない。わかんないけど、日本フリーメイソンって鳩山一郎はもうもろにフリーメイソンなんですよ。
でこれ言ってもいいと思うんだけど、あの女房のお父さんもフリーメイソンだったんですよ。それはもう大っぴらにそういう活動してましたから。なんだけど偶然ですか。まあ偶然ですね。日本に何人かしかいないんじゃないんですか。いや、あの当時、鳩山一郎内閣あたりは閣僚の半分以上がフリーメイソン。だってフリーメイソンの最初ってのは坂本龍馬から始まるわけですから。坂本龍馬とか伊藤博文とか全部フリーメイソンですよね、当時は。そうそう、だってみんな向こう留学してフリーメイソンに面倒見てもらって帰ってきた人間ですから。ちょっとフリーメイソンについて一回番組やらないと。フリーメイソンは何かっていうのが、これ今都市伝説だから。いわゆるグラバー亭っていうのが長崎にあるから、あれが日本におけるフリーメイソンの拠点でしょ。龍馬さんはそこに出入りをして、でそこからグラバーさんの世話で留学生がいっぱい薩摩も長州も行くじゃないですか。で向こうでフリーメイソンと一緒に暮らして戻ってきて、薩長連合っていうのはフリーメイソンがやったわけですから、もちろん龍馬がその中心の役割で、坂本龍馬は私のいとこのいとこのひいおばあさんの弟なんですけども。もう一回言ってください。もう一回。いとこのいとこのひいおばあさんの弟。いとこ。でもアルカイダは絡んでない。あるかな。友達の友達。いやいや、でもフリーメイソン歴史で教えないじゃないですか。教えないね。教えないか。でも具体的に、そう、具体的に、いや閣僚経験なるほど、そこまで。いや、初めてなんだ。初めてしてました。あれ東京タワーのすぐ下にある。ありますね、基地が。私はそこで全然知らなくて、女房と付き合い始めた時にプール行こうって言って、マソニックのプールで泳いでたんですよ。水天のこのプールはって考えてフリーメイソンのプールだから浮いてるわけだ。すごいな、その話。その時フリーメイソンって知らないんだよ。後から知った。そういう関係がありながら私には全然誘いがない。でお兄さんにはあるって。だから私を全くコケにしてるってことは兄貴は入ってるのかなって思うじゃないですか。お兄さんは入れないってことにしてるんですね。